ここまで木材の流通、利用、そして造林における、ますます進化している取り組みについて紹介してきました。最後に、この講座で学んだことを振り返り、これからの森林経営をテーマとして、もう少しお話をしたいと思います。まず、チェーンソーを使って抜刀された木材は、一般に、 スイングヤーなどの機械を使って作業道脇に寄せられます。これを木寄せと呼びます。作業道場でプロセッサーやハーベストなどの造材機械を使って玉切りと呼ばれる一定の長さのマルトにカットした後フォアダなどの集材機械で材種ごとに小さな集積場へ運び形を整えて積み上げます。この積み上げる作業を 廃積みと呼び、この集積場は山戸場と呼ばれます。また、遠距離輸送のための大きなトラックに乗せる場合、中間土場と呼ばれる集積場に廃積みし直すこともあります。こうして土場から木材の取引を行う木材市場や木材加工を行う製材工場へとトラック輸送されていきます。丸太は 製材工場や修正材工場、合板工場へ販売され、その後さらに加工され、住宅建材や家具に用いられます。また、製材に適さない木材はチップ工場を通じて、製紙や発電に用いられます。この他にも、丸太や製材、合板は、 海外へも輸出されます。木材の流通では、スタンフォードと呼ばれるデータ記述形式の企画についてお話をしました。この企画は、林業機械への作業指示データ、林業機械からの生産報告データ、稼働状況報告データ、即材制度管理データ、 などの記述形式が定められています。生産管理するものと現場の林業機械。この間でやり取りする情報の記述形式が定められたスタンフォードの企画のおかげで、作業指示や生産報告のデータは集約や活用がしやすくなっています。さらに、 森林の中の流木の樹種や大きさなどの森林情報、そして需要側からのデータを合わせて活用することで、需要側のニーズに基づいた効率的な伐採計画、伐採作業、流通を実現することができるようになりました。 ICT を利用した北海道での取り組み事例。ウッドステーション株式会社の取り組み事例。森林パートナーズ株式会社の取り組み事例。これらの事例に共通しているのは ICT を活用したスマート化によって需要と供給の情報を見える化し共有していくことで 林業の効率化や省力化を目指す取り組みであるといった点です。次に木材の利用では木材が太さや曲がり具合によって A 材から D 材に選別され余すことなく利用されていることをお伝えしました。今後木材に対する需要拡大に期待が持たれています。さらに造林では 主に人力で行ってきた作業を機械化したり新技術を活用して低コスト化軽量化が進められている点に触れました植栽においてはエリートツリーと呼ばれる成長の早い品種の開発など新技術の紹介もいたしましたこれからの森林経営は儲かる林業になることが求められます 産業としてしっかりと利益を上げるようにするためにはまず林業、木材産業の生産から流通までの過程を見える化することが重要です日本の林業には新しい需要も見込まれており生産から販売までの戦略を立て直す時期とも言えますそのためにも ICT を活用したスモアとかにより 需要と供給の情報を見える化して共有していくことでコストを削減し収益を高める取り組みが重要です造林においてもエリートツリー以外に新しい技術の導入が進められ林業の改革が進んでいます最後にこの講座を受講している学生の皆さんまたは 異業業種で林業に関心のある皆さん是非スマート林業に興味を持っていただき日本の林業の未来を作っていきましょう新たな発想や行動力のある若い皆様の活躍を期待しています